ヤッホー、サオリです。乾杯、イエイ。はい、フォールガイズやっていきたいと思います。リベンジします。今日の目標は3ステージ目をクリア、4ステージ目まで行ってみたい。まだ行ったことないのでね。はい、スキンをちょっと綺麗な青色にしてみました。うん、この色好きです。いい色ですね。さあ、何のゲームかな。ゲートクラッシュ。はい、私ちょっとだけ練習しました。でもそんなに上手くなってない気がします。大抵1戦目敗退ですね。あ、今日は頑張ります。よし、いい位置ですよ、割と。うん、これもね、クリアすることはできたんですよ。前回確かクリアできなかったんじゃないかな。ちょっと待って、ちょっと待って、何してんだろう。クリアで、あ、違うわ、これまだ1回もクリアしてないような気がするぞ。うん、そんな気がする。よっ、ギリギリ。そう、なんかね、最後がすごく難しかったんですよね、最後。ここを抜けていくじゃないですか。ここまでも非常に難しいんですけど、あれ、降りてこへんやん、これ。なんで？まずい、まずい、まずい。待って、待って、待って。どこや？どこやろう？ここ、ここで待つ。ジャンプ。そう、この後よ。この後ね、越えないといけないんですけど、このように、非常に難しい。あ、これどうやって越んの？あれ。はい、1戦目敗退。はい、気を取り直して。さっきのはなかったことにする？まあ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 、カットしてるかもしれませんね、もしかしたら。はい、頑張ろう。はい、あ、スピンレース。これね、前回もやったけど、はい、無事ゴールできたやつですよね。はい、これは大丈夫。一番やり慣れてるかもしれない。よーし、頑張るぞーい。めっちゃ後ろやん。大丈夫かな？めっちゃ後ろやけど。これさ、なんかさ、後ろから行くと、すごく混むんですよね、なんか。そうそう、こういう風にさ、なんかごっちゃごちゃになって、もうなんか誰かに踏まれたりとか、引っ張られたりとか、そういう風にされるような気がするけど、まあまあ順調に来れてるような気がするね。まあまあね。おい！で？あ、ちょっとほら、なんか今踏まれたんでしょ？くそー、やらしいな。私も踏んでやりたいな。まあまあなんか、気づかぬ間に踏んでるんやろうけどな、きっと。はい、ボールを避けます。よしよしよし、いいよいいよ。ここはもう出てこないかな。出てこなかったですね。はい、あ、出てきたね。間一発、ここはジャンプしないといけない。オッケー、よいしょー。あー、腹かー。まあこれ下から行きましょう。下からルートで行きましょう。うん、いけるいける。さあ、どうだ。まだ誰もゴールしてない模様でございますので、はい、間に合う間に合う。ここもジャンプですよ。気をつけよう。よし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 。間に合うかな、間に合うかな。うわー、踏まれたし、ボールは転がってくるし、なんか混んでるし、ぐっちゃぐちゃやし、もうなんか、よしよしよし、もう、あ、いけそういけそう。よしよしよし、よっしゃー。イエーイ、オッケー。はい、見守りますか。あ、見守る暇もなく終わってしまいましたね。オッケー、よっしゃー。結構さ、これさ、何回かやってたけどさ、運ゲー要素ありますよね。うん、割と初期の位置とかむっちゃ大事やったりするし、あと苦手なゲームが来たら終わる。あー、これな、これもまだ1回しかやったことないんやけど敗退しました。これもクリアしたことないゲームです。うーむ、ちょっと集中して、うん、まあ飲んでるんですけどね。集中もクソもないような気がするけどな。オッケーオッケー。ね、これはね、落ちたら即終わりなので、即終了なので、こういう端に行きすぎるとすごく不安な気持ちになるので、ちょっと中央とかに、ね、戻っていったりとかして、ごい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 。真ん中辺、ま、でも真ん中辺は混んでいるから、なんか誰かに踏まれたり落とされたりしそうになるけど、やばいよー。あーあー、怖い、あー怖い、すごい怖い。ちょっと早くみんな、誰か落ちて。もうやだやだ。これ以上やりたくない。落ちそう落ちそう。あー、すごい、ほぼいとこにやってきてしまった。なんとかなんとか持ちこたえてるけど、どうだどうだ。結構まだ人いっぱい残ってんな。やばいやばい、落ちそうになった今。うわ、ぶね。
このピンクゾーン結構広いですね。でもここに、なんか居続けるのも良くないと思うので、こうやってやっぱり、移動はしていった方が良さそうか。ちょっと長むせた。ちょっと長くない？誰か落ちてなあ。ちょっとさすがに集中力がさ切れそうになる。ほら落ちかけたやろ今。なんだあぶねめっちゃ怖かった。あかん、もう集中力使い果たしたって。オッケー、残ったよ。1人2人しか落ちひんかったんや。ああそうですか。ほんでどうしたらいい次へ。そろそろチーム戦とか来る感じかな。ちょっと1人のプレッシャー大きいの嫌やで。あこれも絶対落ちたあかんやつなんですよ。これも1回しかやったことないけど、その1回はもちろんクリアできず。初めてのクリアなるか。長いんですよねこれね。結構ねちょっともたもたしてると下からスライムが迫ってくるので、急いでゴール。ちょなんか視点がおかしいぞ。こっちやぞ。あーどうしよう、ぐちゃぐちゃしてる。なんかどう、そういう行き方もあるの。みんなジャンプしてなんか上に行っていたけどさ、私は全然一回も、今まで一回もジャンプしてませんけどまだ。みんなジャンプぴょんぴょんで、あー怖い。おいで、こっちへこっちへ、よいしょよいしょ。ほんで、まだ落ちてないよ。落ちたら終わりやからね。落ちてないのは当たり前。ここでさ敗退したんですよ前回。ちょっと、ね、行き方が分かんないんですけど、これあ行けそう行けそう。いや行ける。よいしょよいしょ。オッケー。この先は未知数。なに流れている床が、うわわ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 わ、落ちたくない。せっかくここまで来たから落ちたくなかったのに。悔しい、めっちゃ悔しい。やけ酒やこれ。はい、ラウンド1,2,3 まで来れたよね。この3をなんとかして今日はクリアできたらいいなっていう願望、目標というか願望ね。はい、次やりましょう。よし、まあね、前回とは違うゲームが結構出てきてるので、はい、楽しめております。何種類ぐらいあんねやろうね。まだやったことないやつとかもありそうなんですけど、チーム戦今日やってないよね一回もね。チーム戦やりたいな。はい、シーソーゲーム苦手なやつ。なんかこうやってね床が動くんですよね、重みによって。これ調整が大事なやつでございます。場所は悪くないですね。はい。人が多いです。そう、このように傾いていくので、うわーなんで落ちたかさえ分かりません。これ傾きすぎてるときはもうしょうがないんですよね。落ちるしかないみたい。ちょっと待って、全然進めてないけど、これどうしたらいいのこれ。ちょっと重みをこっちにうまく調整して、ほんで次こっちにって、上にほら踏まれたらさもう制御のしようがなくなるから、全然進めてないんですけど。あ、いいよ。今なんかまったいら。上に行きます。ほんで上からはい、ジャンプ、オッケーで、まだ誰もゴールしてない。ちょ、傾きすぎやから、ちょっと、はい、そっち行って、そう、うわわわわわ、もうちょっと、よいしょ、落下、うわ、こっち、落下、よいしょ、オッケー、ほんで、待ったら、上に向かって行った方が何かとジャンプしやすいのかな。ギリギリやったな。上からジャンプした方が確実に、はい、のば、傾いてるって、いいんかな、今の人みたいに、そう、よし、いいよ、はい、まだあんのか、これ、右行くか左行くかみたいな、左から行きましょうか、傾いてる、こっちにジャンプできそうかな、できそうやな。もういいで、ね、あのさっきの人落ちたかと思っきや、ちゃんといけてない。ちょっと待って、傾きすぎ、
く言えた。よいしょ。あーダメだ。あーくっそ。結構戻されたー。やや。よいしょ。人が多い、人が多い、人が多いから重みが重みが重みが重い、重みが重い。重みが重いって何？重複しまくっている。重いだけに、いやそんなこと言ってる場合じゃないって。あ待って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 、いい感じ。ちょっと傾きすぎやろそれ。ちょっと何とかして、ちょっと何とか。戻ってきた戻ってきた戻ってきた。ちょっと人多い、人多い、人多いって。おいしょおいしょおいしょ、傾きすぎやって。ああ重力には逆らえないです。これはちょっと絶望的になってきたから、これ諦めるな。最後まで諦めずに行きたい。はっ、よいしょ。傾いてんな、このここの傾きすごいな。なんかちょっと待って、これすごいことなってんね、ほんまに。もう平らにして、平らに、真っ平らにして。こっちかな。でもこっちにね、みんなで行くとすごく傾くんですよね。ちょっと待って、よいしょ。そうそう、あーガガだ。よし行くぞ。うーんステージ3まで行きたい。なんならチーム戦がやりたい。はい、あこれさ、私さ練習中にさ一番になったことがあってさ、だから得意です。って言ったらなんか失敗した時言い訳できなくなるぞこれ。うん、でも大丈夫、きっと大丈夫。よしよし、場所も悪くないですね。よし、これは誰かがドアを開けてくれるのを待った方がなんか行きやすかったんですけど、そうそうそう、正解の道はどこか分かってからの方がね確実性があるんですよね。いいですねいいですね。はい、うわ混んでる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 、ぐちゃ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 か、もう全然言えへんくなってる。あーでも結構後ろの方やなこれな。うーむ、こっからむちゃくちゃ混むんですよね。正解のドアが減っていくので、しかも道も細くなっていくので、うん、まあ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 。はい、一回として自分でドアを開けませんでした。混んでんな。あちょっとこれ厳しくないか。結構厳しくない。どうだどうだ、大丈夫かな。かけっこかけっこ、ただのかけっこでしたね。誰かが切り開いた道を進むだけのただのかけっこでした。なんだ、あチーム戦っぽいよ、ため込み合戦。これ何でしたっけ、これやったことあったっけ。あこれ前回やったのと一緒かな。あ一緒かも一緒かも、そうかもそうかも。はい、よし今回はさらにというか、前回全く活躍できなかったので、ちょっとは、はい、活躍して貢献したいなと思ってるんですがね。ちょっと守る係する、私守る係する、守る。あこの人でも守ろうとしてるな。じゃあ違うボールを守る。あしゅしゅしゅ、来た来た来た、守りましょう。ちょ私多分すごいジャンプして今いらんことしたような気がする。あ取りに行きましょう。じゃあはい取りに行こう、黄色のやつを。何もできてないけど、めっちゃ青のチームうまいねんけど。ちょっと待って、青のチーム何だぞじゃない。違うぞ、赤のチームが参考になったぞ。まずいまずいまず、これちょっと取っていこう。はい出そう、これよいしょ、およいしょ。あ出したんじゃない、どうだ出せているか。でも黄色の方に行ってるな、黄色の方に流れてる気がするな。違うな、違くて、あ黄色に行っちゃった。ちょっと待って、青に1個しかなくなっちゃった。やばい、まずい、これはまずい、これはまずい。取りに行かなければ、これ取りに行かなければ、こっち、はい青の方に。ちょっと赤の人守りが固いぞ、守りがた、こっちに行っちゃったら黄色なんですよね。ただね黄色なんですよこれ。ちょっと青の方に流してこの黄色から青に流しましょう。青によいしょ、はい、あーん空振り。何もできてないぞ。これ出したい、これ出したい、これはっ、いいよいいよ、2人で一緒に頑張ろう。あん2人とも空振ってしまった。これを取ってやるぞ、よいしょ。あん難しいな、赤の方はあかん、赤はあかんぞ。ダージャレ言ったみたいになってしまった。ちょっと待って、
決着がつかなかったので、はい、なんか延長戦みたいな感じになってるけど、ここになんか人が多いな。ほんで私赤の味方をしてるような気がしてならない。こっからどいて、これを青のとこに持っていくから私は。終わった。どなた何もしてないけど、なんなら邪魔ばっかりしたような気もするけど、残ったかな、どうかな、数字見てなかったの最後。あ、勝った、黄色に勝った、よかった。赤は強かったもんね。はい、ギリギリ残りました。青はよし、次のゲーム勝ったら今日の目標というか、なんというか希望達成希望達成したいな。はい、なんだ、尻尾にまたチーム戦やった。これもさっきやったんです。尻尾を最終的につけてないとあかんっていうゲームなんですけども、尻尾の取り合い、要はね、で最終的に自分に尻尾がついてるかどうか。でもチーム戦なので、うん、チーム尻尾ついてる子が多いチームが勝ちな。最初私尻尾ついてないな。これでもさ、序盤に尻尾奪ってしまってもさ、なんか後々取られるやんか。そうやねん、取られんねん私。だからさ、なんか終わりかけの時に尻尾をビャって取ってやりたいねん。あ、でもこいつ取れる、よっしゃ取った。これで逃げたいけどさ、逃げたいんやけど、ちょっとコソコソする。うん、なんかあんまり人がいないとこ、コソコソこうやって回ってよっかな。こうやって。あ、まずい。狙われてた、今。こういうさ、隅っこをさ、ぐるっと回っとくってのはどうでしょうか。かくれんぼじゃないけど、あんまり人に気づかれないところをこうやってうろうろしてれば取られないのでは。あ、でも後ろから来てんな、多分来た。うちょ、人が多い。いや。止めちゃった。取られた。これでも青じゃない？ちょっとなんか服着てる人青か分からへんわ。尻尾の色で判断するのかな。そんなことないよね、この人青よね。ちょっと全然分からへん。ちょっと服脱いでもらっていいですか。ちょっと服脱いでくれませんかね。どの人か分からへんわ。ちょっと。これは青？何色？あなたは何色？ちょっと、これ分からんようにできてんのかな、もしかして。あ、違うな、これチーム戦じゃないんか。今さら気づくって。チーム戦じゃなかったってこと？なんかさっきやったやつはチーム戦の尻尾取り合い合戦やったんですけど、今回は個人戦やったんやから、あー、そっかー。だから青の人取ったらあかんとか気使ってたんですよ、最後の方。あー、そんなんいらんかったんや。クリスさんめっちゃ悔しい。よし、これで最後にする。泣いても笑っても最後にする。っていうのも集中力が持たない。オッケー、頑張ろうぜ。気楽に頑張ろうぜ。よし、ドアダッシュ。めっちゃいい位置。これなんなら1位を目指したいと思います。狙いたいと思います。引っ張られた、いきなり引っ張られました。よっしゃ、正解。おいで。どこだ、こっちかな。あら、どっちも正解やった。よし、真ん中辺が正解やとテンションが上がりまして、やったー、正解。あ、これ1番、今のも1番、はい、これも正解じゃなかった。あー、ブブーやって。これはあかんかも。そう、こういうリスクがあるんですよね。一発目にドアをチャレンジする人間はさ、あとはもうね、空いてるところに行けばいいだけなので、はい、このようにごちゃごちゃしながらね、はい、人がゴミのようですね。はい、まっすぐ行きましょう。よいしょ、オッケー、これはいけるでしょう。はい、無事クリア。オッケー、イエーイ、残りますよ。何人落ちるかな。はい、残り40人。よし、はい、やったことないチーム戦とかやりたいな。願わくば何でしょう次は。うん、ヒットパレード。はいはい、これはね、障害物競争ですね。これも、うん、クリアしたことあるんで、集中して落ち着いていけばきっといけるかな。残り半分に残らなあかんのかな、多分ね。20人じゃないかな次は。あ、20人でもないわ、29人やから。うん、オッケー、落ち着いていけばいけるよ。はい、落ちないようにしたいけど、後ろから押されたり踏まれたりしない限りはここは落ちません。よし、ほんでこっから、あ、これはね、手押し車というか、なんというか
ハムスターみたいな感じのちょっと違うかな。はい、まっすぐ行きましょう。いいよいいよ。で、真ん中空いてる時に行かないといけない。よし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 、いい流れだ。でもこのボールに私結構やられるので、よく見て進もう。ボールをよく見て進むのだ。あーあー当たってしまったけど、はい、ダメージは少なくて済みました。やばいやばいやばい、スライムが流れてくるから重いよ。足が重い。あ、いける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 、大丈夫大丈夫ですね。よっしゃ、イエイ。よしね、次がさ、チーム戦でうまいチームに滑り込めれば運ですね、これはね。他のみんながうまくていい感じのチームに入れれば次クリアできるんじゃない？うまい人と一緒にチーム戦やりたい。違った。これさ、私さ、前回も一人だけ落ちたけど、一回もクリアしたことないんですけど。記憶力が悪いんです、私は。だから、しかもめっちゃ前にいるやん、なんかわからんけど、すごいビジョンが近いとこに。これ1回目は2種類なんで、大丈夫大丈夫。うん。オレンジとバナナね。はい。オッケーオッケー。邪魔さえされなければ。そう、こういうさ、なんか1ビリかおんねん、たまに。こう1ビリこの。やめてやめて、触らないで。さあ、どっちだ？はい。あ、バナナですね、こっちですね。はーい。あれ？なんかみんな違うとこにいるけど大丈夫かな。不安になった、めっちゃ不安になった一人しかおらんからめっちゃ不安になったって。うわ、ほんで多いな、種類が多いな、種類が多いぞ。はい、さくらんぼ、スイカ、さくらんぼ、スイカ、オレンジ、さくらんぼ、スイカ、オレンジ、オレンジ、オレンジ、ここやと思う。違う、え、違う、え、違う、みんなここやんな、ここやんな。あ、よかった不安になる。おいで。え、こっから一気に増えるんでね。はい、覚えましょう。5種類ぐらいない？なんか5種類ぐらいあるよね。リンゴ、ブドウ、スイカ、オレンジ、サクランボ。覚えられへんかった。リンゴはここやと思う。ちょ、押さないで、押さないで、お願い、お願い。怖い。もうやめて、みんな。みんなで仲良くクリアしようぜ。あ、でも誰かが落ちない限り終わった。終わった。クリアできた。初めてこの床落ちないやつ。クリアできた。落ちるやつか。果物のやつ。覚えるやつ。初めてクリアできた。やったー。はい、落ちた人いるかな。誰も落ちてない。みんなすごいな。世の中の人の記憶力ってすごいねんな。そら私一人だけ落下したわ、前回。私の希望がクリアされました、今回ね。ステージ3クリアできた。ステージ4、初めて。これ何？ブロックパーティー。え、これ初めてなんですけど、これ初めてなんですけど、ちょっと、え、どうしよう。どんなゲーム？壁を避けるって。わかった、壁を避けて落ちたらあかんねんな。落ちたら終わりなやつかな、そんな感じですね、これ。どうやらね、はい、落ちないようにします。緊張するわ、なんか。よしよしよし、ちょっとめっちゃ捕まれてる、めっちゃ捕まれてる。やめてやめてやめて、真ん中、はいはいはい、真ん中、ちょっとやめてこれ妨害の試合やな。27人もおるもんな。はい、ステージ4やのに27人もおるから結構混んでるよね。あー怖い怖い、混んでるな。うわー、危ない。もう、はい、真ん中にいよう、真ん中に、はいはいはい、オッケー。そして次、あー、逆に走で、次真ん中来るじゃん。やっぱり真ん中、よし、あー、うー、前に行き過ぎたら落ちてしまうぞ。気をつけよう。よしよし、ちょっと待って、真ん中、よしよし、あー、ジャンプしなあかんね、これ。多分、よし、おう、あー、怖い。また棒がある、棒が、え、ジャンプ、ゲー、ほんで、えっと、あー、これまた棒があって、ジャンプ、よし、ほんで、ま、ジャンプ、あー、やばい、こけた。かな、落ちたんかな、どうなのかな。これよいしょ、よいしょ、ほんで、あー、来い、人が多いな、ほんで、あー、狭いよこれ、よいしょ、いけた。あー、また、連続、でもなんか結構単調、よし、落ち着け、なんか目がおかしくなりそうやけど、落ち着け、あー。
なってきた、早くなってきた、早くなってきた、早くなってきた。よし、オッケー、終わり。まだ、あ、マジで、マジで。これで、次ステージ5みたいな感じ。どう？どれくらい落ちたかな。どうなんやろう。あ、もう18人。あ、すごい。10人に入った。最後の10人で入った。すごーい。わーい。最後なんかな次。そろそろ最後なんじゃないの？どうなの？ねえどうなの？ヒヤヒヤロード。偽のタイルに騙されず隠された道を見つけてゴールまでたどり着け。初めてなんですけど、これラストゲーム？まだある？それすらもよくわかっていない。どうなんでしょう。1って書いてる。これラストや多分。これ、違うな。ラウンドクリア6って書いてるわ。あ、6人か。よし、半分に残れば、どういうことなのこれ。あ、もう落ちた。外れの道。あ、これ当たりの道？これ当たりの道。はい。当たりの道は光る感じか。ほんで、どうするどうする、みんなどうする、みんなどうする、どっち行く、あ、こっち。みんなどうする、どうする、どうする、こっちかな。あ、いけた、いけた。あ、もう、あ、なんか切り開いてる、私、道を切り開いてる。あ、落ちた。めっちゃ貢献してしまった。これ、ここどこ。ちょっと待って、ちょっと待って。私が開拓した道ですけど、それ。ねえ。開拓した道が、みんなに使われている。あー、間違えたし。ゴールした人がいる。私の開拓した道を使ってゴールした人がいる。途中まで結構開拓したもんね。まあ、ええことした気分やな。やけくそや、落ちた。でも、すごいよ。ほら、ラウンド5まで行った。やったー！ラウンド3クリアがね、目標だったんで。しかもなんかレベル的なものが上がった。はい、なんかパターンっていうやつもらいました。よしよしよし、あっ、すごい経験値的なものがいっぱい手に入った。そらな、はい、結構ステージクリアできたので、やったー、めっちゃ達成感あるわ。なんかてなわけで、今日は割と頑張れたっていうか、割とステージクリアできちゃった的な感じです。はーい、乾杯、イエーイ。次回はさ、最後の一人を決める戦いとかにも参加してみたいよね。欲がどんどん出てきた。はい、またやると思います。今日も見てくれてありがとうございました。またね、バイバイ。